5月14日にデビュー10周年を迎えた吉澤佳代子がデビュー日に LINE キューブ渋谷にて開催したワンマンライブ吉澤佳代子10周年記念公演まだまだ魔女修行中の模様を完全収録した映像作品をビクターオンラインストア限定にて完全受注生産商品としてリリースするライブブルーレイ10周年記念公演まだまだ魔女修行中はライブ本編をアンコールも含め全21曲完全収録、さらに10周年を記念したスペシャルボックス仕様となっており、ブルーレイの他に吉澤の愛犬ウィンディをデザインしたフェイスポーチ、そして吉澤の宝物をモチーフにしたシールセット5枚入りを同梱したスペシャルな商品、完全受注生産商品で、予約期間は10月3日木曜日、11月17日日曜日23時59分まで。同商品の発売日は12月25日。吉澤はピアノに梅井美咲、ギターに細井徳太郎というメンバーで全国を巡るトライアングルツアー旅する魔女がスタート。10月3日木曜日宮城誰も知らない劇場、9日水曜日、10日木曜日北海道豊平館、19日土曜日福岡住吉神社能楽殿、20日日曜日長崎長崎県美術館エントランスロビー、24日木曜日、25日金曜日東京キリスト品川教会グローリアチャペル、29日火曜日神奈川横浜にぎわい座芸能ホール、11月1日金曜日愛知名古屋ボトムライン、8日金曜日大阪アジエンユニバース、9日土曜日兵庫日本福音ルーテル広島教会、そして追加公演の11月29日金曜日東京ヒューリックホール東京という全13公演で、神社や美術館教会などの一風変わった会場をも巡るツアーとなる。チケットは長崎公演と追加のヒューリックホールのみ残りわずか、その他はソールドアウトとなっている。さらに11月17日日曜日に高松オリーブホールでの追加公演も決定している。リリース情報ライブブルーレイ10周年記念公演まだまだ魔女修行中 2024.12-25 リリースブルーレイグッズ、ウィンディポーチシールセットスペシャルボックス使用12,100円、税込み URL https://victor.store.jp/item/9923 4収録曲ユートピア、怪盗メタモルフォーゼ、選ばれし子供たちの蜜話、オートバイ、海、シーラカンス通り、地獄タクシー、マーボー、ブランコ乗り、人魚、ルシファー、月曜日戦争、洋梨、ギャルになりたい、ニューホンコン、残ってる、東京絶景、緑の月、ストッキングマイナスアンコールから、ひょうひょう、23歳、全21曲を完全収録。ライブイベント情報、吉澤佳代子旅する魔女 with バイ、イミサキ、細井徳太郎2024年10月3日仙台、誰も知らない劇場2024年10月9日10日、札幌豊平館2024年10月19日、福岡住吉神社能楽殿2024年10月20日、長崎長崎県美術館、エントランスロビー2024年10月24日25日、キリスト品川教会グローリアチャペル2024年10月29日、横浜にぎわい座芸能ホール2024年11月1日、名古屋ボトムライン2024年11月8日、大阪アジエン、ユニバース2024年11月9日、神戸クラブガツ世界2024年11月16日、広島日本福音、ルーテル広島教会、詳細は OHP にて https://www.ioshizawaka.jp/